そう。ドコンちゃんいいんじゃない。宇宙コンビ。宇宙コンビいいんじゃない。いいですね。さあ次。これも決まってるんだよ。キョウスケ。おじさんもいいな。でもウブちゃんの2着固定。10回走って5回2着。全然ありんだよ。湯浅さんはどうするのかな。春君、本当にいらないのかな。意外に日本落ちと思えないです。よかった、ね、後から聞いてよかった。先に聞いてればね、ネット勝負しなかったかも。意外に日本持ってる人もやっぱり違うし、全然切れなくなります。自分なんて1回切っただけでもダメです。いやなんかどんどん買うお金が増えちゃった。いいことです。今のでも3510円になったから。このレースはウブの2着固定でいこうか。おお、厳しいか、純血じゃ。でも乗れてるもんね。動かた選手の2、3着でいきましょう。私はもう8位頭固定です。いいっすね。信じる。何回かやられてるけど、メンバー比較しても乗れてなかったら本当どうも買うとこないっていうのがあるんだと思う。7まで入れちゃうよ。1、3、5、6、7。いいわよ。ポンちゃん、血液型何型？僕 A 型です。A 型？はい。じゃあ意外と堅実なの。やばい。やばい。あ、これ。後藤さん、やめて。それで書いちゃダメ。これじゃ消えない。大失敗。ダメだよ、それで書いちゃ。そう。あ、ズレある。はい。すいません。12点。24点じゃないですか。資産12点なら、いや、ちょっとかける金額増やそうです。私はこれです。8の5656、500円率で1000円で、あとは8の1356で、もう3着は2以外全部。これはずれれば、はい、500円。じゃあ買ってきます。ありがとうございました。8ヘッド固定です。吉原選手に頑張ってもらいます。今3連チャンで当たってるんで、またあります。はい、吉原選手頭固定です。はい、これ3着がずれれば相当。吉原選手は最初から雨得意だったの？モトクロスやってたから。あるんですか？モトクロス。俺新人で入った頃、モトクロスのバイク運営陣に帰ってるんで、よく河原で練習したし、本当に雨で。あ、そうなんだ。滑るから。その滑りが気にならないっていうか、それに体を慣らしてる。吉原が行って、1、3、5、6がくれ。2つ目の準決勝、10レース。スタートしました。中心からのスタートは外からの2レース、3番の岩佐博史。岩佐がこの1コーナーで伊藤昌司の前に出ました。そして20メートルは外から落ちが好発進。4番の現在6番手あたりを走っています。飯塚の2人を早めにやっつけないと。怖いよ。3番岩佐が頂上台がついていると、5番の落ちが初めてが入ります。そして6番の松崎陽介、8番の吉田京介。残りは3周回。さあ岩佐がまだ仕掛けられません。追いついてきた5番の落ち、さらには8番の吉産方が粘っている。さあ落ちのインコースに吉原京介の前輪が入ってまいりました。ここで吉原が3番で上がれるかどうか。さあ1番方が逃げている。前の4台固まっているが、さばいてきたのは8番の吉原京介。吉原京介2番と上がる。3番岩佐が上げて応戦する。5番落ちが4番手、産方を捉えました。吉原京介混戦を断つ。2番手交代産方。3番の岩佐博士が3番手から2番手浮上を狙っていく。ブルーフラッグ残り1周回、入れません岩佐博士。産方が粘っている。外から落ちていますが、2番手産方が優勢だ。もう一つ石は1番の産方が懸命にキープしました。岩佐は3番手まで、落ちが4番手、8番吉原京介がゴール。2番手産方4連単、5連単、5連単当たりです。当たりでしょ。5連単5連単ありがとうございます。何連勝？すごい。例えば4連勝中ですね。当たったけど神です。神。吉原上手かった。素晴らしい。やっぱ違うよ。おじさん、お土産がすごい上手なんです。お土産のセンス、おじさん最高。ここはもう決まってます。私はジョリー。でも決まっちゃうんだよね、ここね。これでこそ絞んねんです。
田選手すごいじゃないですか、あれ、うん、雨、なんで晴れに比べて漏れないんですか。エンジンパワーがあるから滑っちゃうんじゃないですか。ありすぎるってこと、うん、でも3連単やめよう。なぜ点数買いすぎて、さっきのレース、ウグの2着ってずっと出たんで、8、1だけ買っとけば、ちょっと手広く行きすぎた。花野選手って 33.3% 1年間に雨の気象率だけど、もっと乗るイメージだけど、そうでもない。最近意外とインコースが効くようになったから、周辺をどっちかというと開けて回る方だからね。きっちりインコースまで、谷口さんとかの方が、田中のせっちゃんもいいな、いい、その辺が人気になってくると思うんですよ。ヤッシーもでも雨乗るでしょ。3連単で 50% ね、6-4-1本にしようかな。ジョリーとどっちゃん6-4で 5.4 倍しかない。あの 5.4 倍引くんだ。なんか谷口さんって小口さんどうなんですか。谷口さんはプーでかっこいいですよ。フェロモンオーラがすごい。あー、そうです。ここでもドーキーですよ。惜しいと、惜しいって、うん、どうですか。いや、2、3着には全然ありそうです。グラスさんも簡単やー。思想がいいのに、ね、ゼロが惜しいでしょ。で、実践の吉松さんはそんなイメージないんだけど、今は思想の感じも良くなかったです。実践がロッちゃんとカナヤ。これは悪くなるでしょ。今、田中選手もスタート悪くなるから。村田さんも買う。そうか、村田さん買うとなるとね。こんなに買ったらまた損してるし、3着どうにかずれてほしい。6、4しか出てこない。4倍ですか。4倍あれば2段目いいから周辺裏切っちまえ。同期はいないね。3連単ならね、周辺買うんですけどね。このさ、趣味なんですか。趣味ツーリングです。おお、バイクでポロッと旅行に行くのが。インスタにアップしてるんですか。やってますね。大きいバイクいや、150の車。仲間ね。近所の。近所の野本義明君とか、三浦君とかね。遠出も。遠出はまだそんなないです。周辺買うか。周辺が来ても大人になるぐらいです。6465。あ、宇田さん買ってね。あれほど言ってダメだ。買いました。6の頭の3連単と6の2着の2単。これ200円です。全部で3000円です。ありがとうございます。2連単勝負です。ヘッド固定ではありません。11です。こんな感じで回してもらいます。ジョリーとどっちゃんの折り返し、折り返しからの、はい、谷内さんからの周平、うん、はい、谷内さんからの松本ヤシ。ここは裏なし。ここは裏なし、はいはい、逆転があるとすれば田中のせっちゃんの一発です、ね、そうですね、はい、谷内さんと真珠します。私は真珠、はい、でも2単は2着買った。近藤さんが出るレースに突然雨っていうの、はい、よくありましたよ。もう記念の準決勝になったら毎回それ。吉田圭佑選手が出ると乾いちゃうっていうのがある。神様いるんですよ。11レース準決勝戦スタートしました。谷様お願いします。スタートは2人でしょうか。3番吉田の後ろ田中さん、田中周平は下りスタート。その後ろからは8番の浦田慎介となっています。狙ったが1番の木曽根がマスターを抑えました。ちょっと谷ちゃん、1番が4番の田中さんをブロックしております。さあ、お願いします。めっちゃいけ。ここで外からまくって4番田中さとる2番手上がりました。まくれ。インコース5番の金山周平がいます。さあ、3番手が接戦ですが、まくって、まくって130。残りは3周回。あー、聞かないよ。押した勝也依然として押したが引っ張っていますが、じわりじわりと4番の田中さんに食らいついている状況であります。まずはどっちゃんが見て。ここで投げ回した。インコースから田中先頭に抜け出していく。2番手交代をした和也。3番の谷助英二。谷助さん2番手不調になるかどうか。インコース抜けてくる谷助英二。ブルーフラッグの方に1週間5番手が入ってまいりました。6番の谷助英二2番手ながら3番手交代。惜しくも2番手の下和也。さあ、トップは4番の田中悟。外から6番の谷助英二。この2人が抜け出した。田中悟か谷助英二か。最後外から谷もちょっと滑っている。田中悟が2位。ズバリ。すごいすごい。ズバラ。これつくよ。振り切りましたか。4番の田中さん。つきますね。素晴らしい。200円だけど、まあ、ありがとうございます。すごいよ近藤さん。うれしい。ちょっともうこれからさ、車検買って生活できんじゃん。思想見てました。見てるわ。今興奮しすぎちゃって28,800円。すげー。残金と当たり車券持って行きましょう。じゃあ今から換金行きます。
増えております。11レースまで終わりました。はい。こんちゃん、3万円が現在いくらになってるんですか。今3万円が1,2,3,4,5万、1,2,3,4,5,6,000。すごい。56,900円になります。うわーすごーい。ありがとうございます。プラス26,900円ですかね。ありがとうございます。すごいよ、神回だよ神回。まぐれですね。当たりすぎです。近藤さん、はい、アフターファイブナイターで解説してる場合じゃなく、はい、車検買おうよこれから。いやそれはそれそれはそれです。はい、あとは最終レースで負けないように頑張りたいと思います。どのくらいぶっ込みますか。ノーギャラになっちゃうね、ちょっとね困るんでね。まあ少し保険をかけつつ3万円はもうこれはいいわけでしょ。はい、まあね、だから25,000。ああもういけちゃいますね。頑張ります。ここはこんちゃんどうですか。まずゼロの2社は矢島さん先行。先行元自衛官でしょ。自衛官、はい。しょぼしょぼしょぼってここにあれじゃないの、バック前進できちゃうんじゃないの。20戦は大月くんが出るんじゃないですか。354、うん、354。あとは30戦だ。みじゆきは上手でしょ。小林くんはムーンライトも取ってるから、うん、雨はねえ3連対率70か。あとは聖太郎だ。自信4着止まりの気が朝光思想どうでした。いやもう思想なんか見てなかった。興奮しすぎ。ね、近藤さん、はい、オートレース楽しい。楽しい。最高でしょ。ファンの気持ち分かるでしょ。そうですね、やっぱ当たるといいっすね。マサミツはインコース回んないよ、ね、いや回る、どっちも大丈夫。大外もあるし、内も走る。両方もあるか、うん、どっちもある。どっちが効くか見極められる。また2連単打つを見てみる。味しめましたね。味しめた。3連単でこまごま行くように。なんか2連単の、だって2連単で14倍付きはね。とりあえず浮いてる分全部っていきます。まずは2連単ですね。いきます、3連単。はい、2連単523,000円、532,000円、253,000円、352,000円。久々 1.万張り勝負3連単5274,000円、5721,000円行かせていただきました。地震のほどは当たりすぎてるんでちょっと怖いですけど、あります。すいません、わからないぐらい買っちゃいました。5、これが52から37、これは500円ずつで123の頭、それと5258で3着はどうにかわからないんです。全あと75で1235かで57。あ、縁起悪っ。縁起悪っ。ちょっとバラバラ買いました。自信のほどあります。これが本日最終レース、8分全ベット。合計いかがですか。26,000です。すごい。3連単万張りいってしまいました。万張りはこれ572です。ちょっとドキドキです。こんちゃん見てこの点数何点あるんですかこれ。多分39点あるんじゃないかな。そんなだったんですか。ダブってないかなこれ。5,2,5,2,3,7。でも一番来てほしいのは5,8。最後の準決勝12レーススタートしました。4番高がすぐスタートです。6番の鈴木聡太もスタートを送りました。0番のスタートは高木、1番のスタート矢島、2番手から3番手は3番大月、5番の鈴木正道が大月のインコースを望むのでも逃げるのか。1番の高木、矢島を少々伸ばしました。3番手は3番大月、外から5番の鈴木正道、まくって3番が決まるかどうか。うわ、3番の大月の外から大月さんの抵抗にあって、よし、また矢島さん、矢島さん、これはしくったっぽいな。何これ、やっぱ1位だよ。うわー、だったらこのままでお願いします。2番手近し、5
番の鈴木正樹がジャッジする。入ってくるか。2着はないの。2着はないの。ないのよ。1着しか。先頭5番の鈴木正樹つかんだ。その中が1番の高木。2来ないかな。これはそのままですね。ダメだ。5着できない。7番の小林が差を詰めて3番で接戦。鈴木正樹ちょっと入る。残念。がっくり。うわこれダブってるんだから、これ51にすればよかった。1番は読めませんでした。やっぱり山陽強いんだよね。どんまいです。外れちゃいました。はい、12レース終わりました。はい、11レースまで良かったですけどね、ちょっと12レースは外れてしまいました。もうテンションだぶ下がり。結局のところどうなりました。結局ですね、3万円転がしまして3万900円で。すごいプラス900円。予想もかなり絞って当たって、はい、厚く買ったところが当たった。そうですね、良かったですね。でもこのプラスになったのはどっちゃんと谷さんの46を2ターンで。あの2ターンは良かったですね。あそこは2連単2、3が勝負で、ね、ああいうのが素晴らしかった、はい、小野さん、はい、どうですか3月以降は。今心境的にはちょっと気楽になって、はい、のんびりレースが見れてるかなって感じですアフターファイブナイターでは解説も務めてるわけですから、はい、やはり選手目線の解説っていうのは、はい、すっごい役に立つ、はい、選手の気持ちを込めての予想でしょう。はい、そうです、ね、小野さんの選手時代憧れてた、はい、高橋みつぶさんは憧れでしたね、はい、王者は違う。やっぱそうですね、王者はなんかロッカーにいる佇まいも違うじゃないですか。もうオーラがありますね、はい、全てがすごい。でもまあ3月で引退されて、はい、4月からはアフターファイブナイターは、はい、ここのところに大切に入るし、解説はどう？解説意外と楽しいですよ。意外と喋れないもんかとか喋るんで、うん、はい、意外と自分の予想が当たると結構楽しいですね。小野さんの予想にファンの人が乗ってるわけじゃないですか。そうですかね、よくあるんですけど、そういうのをやるのが、まあ、選手時代とはまた違った楽しさをオートで言い出していらっしゃると思うんですけど、はい、はい、まあそうですね、はい、面白い仕事をさせてもらってるんで、はい、いいです。いやーにしても本当楽しい配信となりました、はい、プラスで終わったし、私はちょっとマイナスになっちゃいました。最後タイム勝っちゃったんであれですけど、最後いやもう最後はあの男気勝負でちょっと面白い映像撮れたと思うんで、外れたですけどもう非常に面白かったんでありがとうございました。楽しく配信させていただきました。また呼んでもらえるように頑張りたいと思います。ありがとう。どうもありがとう。